女優寺島しのぶさんが文枝もっとい物語山田洋次監督で歌舞伎挑戦となる錦秋10月大歌舞伎25日までが2日東京歌舞伎座で始まった。寺島さんは歌舞伎の人間国宝尾上菊五郎さんの長女。場内ほとんど満員の花道から登場すると割れんばかりの拍手が起こり、大向こうから音羽屋の声が飛んだ。落語でよく知られた演目だが、山田さんの演出により一新、中村獅童さんとの夫婦役をきめ細かな芝居で見せた。寺島さんは先の会見などで父の人情話文七もっといが私の中に染みついており、今回全く別の作品として受け入れることから始まったと葛藤を明かしていた。しかしこの日の舞台終盤で娘中村玉太郎さんとの対面シーンでは涙を拭く観客も見られた。